平野翔が語る、ワクワクする方を選ぶ。彼のシンプルな決断に迫る今後の活動に注目。こうした姿勢は、彼が常に、楽しさや、幸せを基準にして人生の選択をしていることからも伺える。平野翔は、まさにシンプルで直感的な人間だと自ら語っている。彼がキングプリンスを脱退し、ジャニーズ事務所を退所するという大きな決断を下した背景には、彼の独自の価値観と、 感情のままに行動するスタイルが深く関わっているだろう。この決断は一見すると突発的に感じられるかもしれないが、彼のこれまでの言動や考え方を振り返ると、それは彼の本質そのものであることが分かる。平野は何かを選ぶ際には迷わないと断言している。彼の選択は頭で深く考え抜かれたものではなく、直感に基づいて行動することが多いという。実際に、彼自身も、 基本的に何かを選ぶときは迷わないタイプだと話しており、それは理論的に考えることが苦手であるため、自分の直感に従って決めることが自然だからだと語っている。こうした姿勢は、彼が常に、楽しさや、幸せを基準にして人生の選択をしていることからもうかがえる。彼の言葉によれば、人生の選択において大切なのは、選んだ先に幸せな未来が見えるかどうか、それだけだという。このように、 自らの感覚に忠実であり、常に心の赴くままに行動するというスタンスが、彼のキャリアや人生の決断に大きな影響を与えている。その直感的な行動の例として、平野は5センチほどの巨大な飴玉を買ったというエピソードを語っている。周囲の人々は、なぜそんな大きな飴玉を買ったのかと不思議がったが、平野はただ、なめてみたかったから、と答えた。彼にとっては、その瞬間の好奇心が全てであり、 他人がどう思うかよりも、自分がその瞬間に感じた感覚に従うことが大切だったのだ。このエピソードは、彼のシンプルで率直な性格を象徴している。何かを理屈で考えるのではなく、純粋に、やりたいからやる、という姿勢は、彼の生き方そのものである。このようなシンプルで感情に従った選択が、彼のキングプリンスだったいという大きな決断にもつながったのかもしれない。もちろん、 この決断が感情だけに基づいたものではなく、ある程度は熟慮されていたことは間違いない。しかし、彼自身が語るように、最終的には、ワクワクする方を選ぶという彼の本能に基づいて、ソロ活動への道を選んだ可能性が高い。平野にとって、グループ活動は非常に大切なものであったはずだが、それ以上に彼の中で、今後の人生において何が最も楽しそうかという感覚が強く働いたのだろう。 この決断は、多くのファンに衝撃を与えたが、彼のファンであれば、その背景にある彼の性格や価値観を理解することができるだろう。彼はこれまでにも、多くの場面で自分の直感に従って行動してきた。そして、その結果として今の彼がある。彼が語る、気づけばここにいた、という言葉には、彼の歩んできた人生のプロセスが凝縮されている。彼にとって、 人生は計画通りに進めるものではなく、心の赴くままに進んでいくものなのだ。その道の先に何が待っているのかは、彼自身にもわからないが、それこそが彼にとっての、ワクワクなのだろう。このように、平野の決断は彼自身の価値観や人生哲学に深く根ざしている。彼は自分を、シンプルな男と評し、頭で考えすぎず、感じたままに行動することを大切にしている。 それが彼の強みであり、また彼の独自性でもある。多くの人が何かを決断する際には多くの要素を考慮し、悩むことが多いが、平野はその過程をできるだけシンプルに保とうとする。彼にとって大切なのは、楽しいかどうか、そして幸せかどうかであり、それ以上の複雑な要素は重要ではない。彼の今後のソロ活動にも、このシンプルで直感的なスタイルが反映されることは間違いないだろう。 平野はこれまでにも多くの挑戦を乗り越えてきたが、それらはすべて彼自身が楽しいと感じたことだからこそ、全力で取り組むことができたのだろう。そして、彼が新たに歩み始めるソロの道も、きっと彼にとっては、楽しい未来が待っていると信じているに違いない。しかし、ここで一つの疑問が浮かぶ。果たして、平野のように直感だけで行動することは、常に成功に結びつくのだろうか。 人間の感情や直感は時に不安定であり、その時々の状況によって左右されやすい。長期的な視点で見ると、冷静に考えた上での決断の方が、より持続可能で安定した結果をもたらすこともある。平野の直感的なスタイルが、これからのソロ活動においてどのような結果をもたらすのかは、まだ未知数である。彼のファンとしては、そのプロセスを見守りながら、 彼が新たな挑戦をどのように乗り越えていくのかに注目したい。また、彼のように直感で行動することがすべての人に適しているわけではない。多くの人にとっては、計画的で論理的なアプローチが成功への鍵となることが多い。平野のスタイルはあくまで彼自身に合った方法であり、それをそのまま他の人が真似することが成功につながるとは限らない。人それぞれに合った方法があり、それを見つけることが大切だということを、 彼のエピソードから学ぶことができる。さらに、平野のシンプルさは、現代社会において非常に魅力的な価値観でもある。私たちは、地上生活において、複雑な情報や選択肢に囲まれ、何が正しいのかを判断するのが難しくなっている。そんな中で、彼のように、楽しさや、幸せを基準にシンプルに生きる姿勢は、多くの人にとって共感を呼ぶだろう。 平野が示すこの生き方は、現代社会で多くの人が感じているストレスやプレッシャーからの解放感をもたらしてくれる。彼のこれからの活動は、単なるエンターテイメントとしてだけでなく、彼自身の生き方や価値観が反映されたものになるだろう。そして、それは彼のファンにとって、単なるパフォーマンス以上の意味を持つものになる。彼の一挙一動が、ファンにとっては新たなインスピレーションを与える存在となることは間違いない。 これからの平野の道は、どのような方向に進んでいくのか、誰にも予測できない。しかし、彼が語る、ワクワクする未来が、彼自身の直感に従って形作られていく様子を、私たちは楽しみに見守っていくことができるだろう。彼がこれからの人生で選び取る選択肢も、すべては彼のシンプルな価値観に基づいている。自分が楽しいと思えること、自分が幸せだと感じること、 それが彼のすべての決断の基盤であり、その選択は常に彼を前に進ませてきた。そして、その選択肢が彼をどこへ導くのか、これから。の未来がどのように展開していくのかは、まだ誰にもわからない。しかし、その不確実さこそが、彼の生き方において最も重要な要素なのだ。平野翔にとって、未来は常に、ワクワクと共にある。その未知の道を歩むことこそが、 彼にとっての最大のモチベーションであり、その感覚を失うことは彼にとって人生の意味を失うことと同義なのかもしれない。彼がキング・プリンスを離れ、ソロとしての道を選んだ背景にも、この、ワクワクという感覚が強く影響しているだろう。ソロとしての活動は、確かにグループ活動よりも不安定でチャレンジングな面が多い。今まで仲間と共有していたステージやプレッシャーを、一人でしょうことになるのは間違いない。 しかし、平野にとって、その挑戦が新たな可能性を広げ、自分自身をさらに成長させる機会となると信じている。実際、芸能界での成功は、常に挑戦とリスクを伴うものだ。平野もその道を選んだ以上、多くの壁や困難に直面するだろう。しかし、彼のシンプルさや直感に従う姿勢は、そうした困難を乗り越える強力な武器になるはずだ。 人生のあらゆる選択肢において、平野は自分自身の感覚を信じ、それに従って行動してきた。そしてその結果として、彼は数々の成功を手にしてきた。彼のファンは、その姿を見ているからこそ、彼がどのような道を選んでも支持し続けるだろう。また、彼の選択が持つ影響力も無視できない。特に若い世代にとって、彼のシンプルで直感的な生き方は、 多くのの共感を呼ぶものだ現代の若者たちは選択肢が無限に広がる一方で何を選ぶべきか迷い時にはその多様性に圧倒されることがあるそんな中で平野のように楽しいかどうかというシンプルな基準で物事を選び取る姿勢は一種の解放感を与える彼のファンの中には自分も平野のように直感を信じていきたいと感じる人々が多いかもしれない 彼が示す生き方は、選択肢に悩む現代人にとっての新たな指針となり得る。それと同時に、平野が選んだソロの道には大きな責任も伴う。グループ活動では、仲間との協力や支えがあり、一人で全てを称う必要はなかった。しかし、ソロ活動においては、全ての成果や評価が自分一人にかかってくる。そのプレッシャーは計り知れないものがあるだろう。 彼がどのようにそのプレッシャーと向き合い、それを乗り越えていくのか、今後の彼の姿勢や活動に注目が集まるのは必然だ。